鳥除けスパイクが設置されたレリーフ外鳥とは人間やペット、農産物などに悪影響を与える鳥類のことを言う。役に立つものは液鳥ということがある。現在においては環境破壊により生息可能な環境がなくなったことで上位種が激減して海種が大繁殖したり、市街地や残された自然環境に多くの個体が集中することに橋を発する被害や、 生ゴミなどの廃棄物が餌になることで個体数の増加を招くといった人的要因による被害も多い。田畑や果樹園において収穫前の穀物や野菜、果物を食い荒らすといった例がある。食い荒らされた農産物は当然売り物にはならない。ただし多くの農業害虫とされる鳥は繁殖期にはヒナに与える餌として農業害虫を含む多くの昆虫を捕らえる。 といった液晶としての側面もある。河川や湖床などでは、カワウやサギなど魚食性の鳥類が養魚場に使用、蓄養されたり出荷を待つ魚介類を捕食するので問題になる。ただし、海上でもカモメやウミネコが漁師の漁獲した魚を狙って漁船に付きまとうのだが、人為的に育てた養魚場と異なり、膨大な数を取ったばかりであり、また、 商品価値がある魚ばかりが取れるわけでなく、場合によっては、海鳥の群れで魚群の位置を突き止めて取る場合もあり、その状況が問題視されることは少ない。ただし、漁港や市場で捨てられた魚を海鳥や猛禽類が捕食した場合、鳥がその廃棄魚に依存してしまうこともある。鳥の糞により、屋外を歩く人の衣服や干された洗濯物を汚損したり、金属が腐食してしまったり、 また、土壌が汚染されたりする。カラスは、ゴミ捨て場の生ゴミを荒らすなどする。陳事例ではあるが、アメリカでは、スペースシャトルの断熱材を、キツツキが先行したので、打ち上げができなくなった、といったことがあった。小動物が大型の鳥に襲われることもある。猛菌類は、家畜や課金を狙う場合があり、外鳥扱いされる場合がある。 人慣れした飛びやウミネコが人の持つ餌を狙ったり、幾数機のカラスが巣の防衛のため人間を威嚇、攻撃する場合もある。渡り鳥は遠方から病原体を運んでくることがあり、例として鳥インフルエンザなどがある。ムクドリカ鳥類やスズメの若年個体には集団就民する性質があり、ネグラとされた林が人家に近接していると大量に落とす糞や、 就民時から受けなければならない。許可を受けるには捕獲する目的、種類、波数、方法、場所など、審査基準に適合しなければならない。したがって、明確な被害が出た場合、申請手続きが事前に必要なため速やかに駆除することはできず、捕獲の許可が不要である防除や追い払いという対策を取る場合が多い。そのためには欠かし、取り網、磁石、反射材や、 爆音機、ロケット花火などが使われる。他方、鳥類には特定あるいは不特定のファンが存在するため、駆除の要求が通ることも少ない。例えば都会では、土場とによる分害に困るところが多いが、その町の公園では、子供や老人が普段の鳩に餌をやっているというのはよく見かける光景である。白鳥や鶴などの渡りの中継地が観光地である場合は餌を与えている例も多く。 それらの鳥が増加するにつれて、周辺地域の農作物等を荒らすこともあり、また増加した個体が密集してしまい環境が悪化することもある。餌を与えられる鳥は大抵保護されており、駆除もままならないが、餌は保護帳でもないかもにも行き渡り、過剰増加の一因となり、状況を悪化させる。ありがとうございます。